ポーランドのユラタにある、女神ユラテの像ユラテとカスティティスは、リトアニアで最も有名かつ身近な伝説や、民話の一つに登場する女性と男性である。彼らの物語は、リードビコ・アドーマス・ジュース・バシャスによって1842年に、書き記されたのが最初である。それ以後、物語はたびたび現代史やバレエ、時にはロックオペラにさえ本案された。 あらすじはバリアントによって若干の違いがあるが基本的な要素は同じである。女神のユラテはバルト海の中にある琥珀でできた美しい宮殿に住んでいた。彼女は海と海に住む生き物全てを支配していた。さて、カスティティスという名のある若い漁師が多くの魚を取って平穏を乱していた。ユラテはカスティティスを罰して平穏を取り戻そうとしたが、 この美しい漁師との恋に落ちてしまった。二人は、しばらくの間、宮殿で楽しい時を過ごした。しかし、雷神、ペルクナスが、不死である女神が死を定められた人間との恋に落ちた、ことを知った。ペルクナスは激怒し、琥珀の宮殿を攻撃した。宮殿は砕け散って、無数の破片になった。ペルクナスによって、カスティティスは殺され、ユラテは、海底の廃墟、 または岩に鎖で繋がれた。伝説によると、バルト海の上で、嵐が起こった後に、岸辺に琥珀の破片が流れ着くのはこの出来事に由来するという。岸辺に打ち寄せられる琥珀の破片は、カスティティスの死を悲しんだ、ユラテの涙であり、特に大きな破片は、宮殿のかけらだという。そしてまた、ユラテは今日でも彼を哀悼しており、人々は、 海で、ユらての悲しげな声を聞くことができるという。ポーランドの詩人ルツィアン・シェミエンスキは、ポーランドや、近隣国の伝説を収録した、ポーランド、ロシア、リトアニアの伝承と伝説を出版している。ポーランドのバルト海沿岸の歌手部位にも伝わる、この伝説も、バルト海の女王の題名で収められている。シェミエンスキの記したところでは、バルト海の女王であるユラタは、 空と大地と海を支配する神プラームジマスの娘であった。漁師、カスティリスを罰するべく彼の前に姿を現したユラタだったが、お互いに相手の美しさに惹かれた。ユラタはある山にカスティリスの名に由来するカスティキという名前をつけると、毎晩のように海辺から現れ、その山でカスティリスと共に過ごした。一年後、ペル君がこのことを知って激怒し、 海の宮殿に戻ったユラタへ向けて、イナズマを放った。イナズマは、琥珀の宮殿を破壊し、ユラタの命も奪った。さらに、プラームジマスが、カスティリスを捕らえて、海底の岩に拘束し、ユラタの遺体を間近に見ながら嘆き続ける定めを、追わせた。人々は、海からのカスティリスの嘆きの声を聞くことができる。また、海岸に打ち上げられる琥珀とは、 宮殿の破片であるという、バルト海の琥珀、ありがとうございます。